55からのタけノコ生活日経225先物ミニの1枚の2020年3月の報告です。3月末の証拠金残高は266,215円で、2月末の証拠金残高は258,216円でしたので、3月の取引はプラス7,999円でした。 2019年7月からの通期ではマイナス円です。さて3月の市場動向ですが新型コロナの世界的拡散と対策で乱高下しました2月の経験が生き3月はプラスで終えることができました3月は新たに日銀の ETF 買いの増額が注目され日銀のこのホームページで毎日の結果が出るので 参考として見ることを始めました最後に4月の取引方針は次の通りです丸 ① 取引は午前中のみとする3月に1日中取引をしてみましたが難しかったためです丸 ② 最小の1枚でエントリーし2時間以内に決済する夜間エントリー翌朝決済はやりません検討はしたけれどもリスクが大きいと考えるのでやりません 三、損切りを3月はマイナス1万円でトライしましたが、4月はマイナス5000円で損切りします。四、ダウとダウ先物、日銀 ETF を参考にする。五、トレード日誌をつける。以上です。ご視聴ありがとうございます。終わり。